ないなら何かをくれたい。一言つぶやいた君、新しいことに挑戦するのは簡単ではないけれど、そばで支えてくれる仲間がいたことに僕は嬉しかったんだ。スタートラインはどこでもいい、決めるのは自分だから、ありきったりな知るようになったとき、僕は少しずつ強く慣れているあのことに気づいたんだ。ゴールがどこにあるかなんて考えてる暇はないって、誰かが言って、それは昔の僕の言葉だった。本当にありがとうございました。以上のお話でした。ありがとうございます。